当たり前だけど人生は一度きりなの。あんたは何が一番大事なの？あんた、綺麗な体が丈夫じゃないって分かってるよ。ここまで来るんだって相当大変だったんだ。先にんなこと言わないでよ。私だってそれ変われるもんなら変わりたいけど。君がどういうつもりで望んでいるのか改めて聞かせてもらおうか。英国館の時みたいな派手ででかい仕事が俺には向いてる。山に囲まれているところも今日に似ています。今まで見てきた川や湖とは全然違います。これ黙ってるわけにはいかないですよね。ねえ、君をも変わると見るんでしょ。一晩中ずっと耐えられません。惚れた男についていく、それもまた人生。我らの敵は外国です。身内同士で争っている場合ではありません。三春姉さんがとんでもなく綺麗でした。選べばいいじゃない、あんたが一番大事なもの。そういう時のためにうちだみたいな連中がいるわけだから。次は私たちがああならなくちゃいけないんだよ。やっぱり今日に来てたのね。相手は新選組だった。俺実は知ってたんだよ。